高間さん、フルマラソン、ハーフマラソンの参加が18歳以上、高校生不可なのはなぜでしょう。走るのが好きな息子は、年をごまかし2度ほどハーフを走りました。それはね、関節とか人体の負担が大きいからです。俺もやんない方がいいと思う。やんない方がいいと思う。あんまり。そうね。俺はあんまおすすめしないかな。まあ、将来別に体どうなってもいいとか、マラソン走るってこと以外を別に考えないんだったらやったらいいんじゃないですか。高校生とかでフルマラソン走りたい、それが自分の人生ですって言うんだったらやったらいいんじゃない。でもまあ成長段階でやっぱり42キロ、まあ2時間以上ね、体重受け止め続けて、膝だったり足首だったりに負担をかけるよりは、そうじゃない運動を選ぼうが俺はいいと思うけどな。まあでもご自身の判断ですよ。自分の人生が自分でケツ吹くんだから、結局。それで体壊れたら、あの時のあのおかげかなとか思って、残念って ミスだったなって思えばいいし、でそこから先できることを選べばいいし、別に何か失ったからって全部人生が終わるわけじゃないんだから、本当に自由にやればいいと思いますよ。はい。だから俺は、できるだけ長い期間、一生、いろんなスポーツを、強いのも、速いのも、技術がうまいのも、いろんなタイプのスポーツが、楽しいゲームがいっぱいあるから、俺はなるべく長くそれをプレイできる体でいようと思ってるんで、俺は若い頃にはそんなに大きな負荷を体にかけないようにしてきたので、未だに47歳になっても、ね、若い20代の子と一緒に遊べるし、スポーツができるんで、これね、俺はもう、今なんか特にメジャーリーガーだったり、プロのトップゴルファーだったり、いろんな人が俺の相手してくれるから、ね、普通だったらプロのトップ選手にならないと一緒にプレーできない人と遊べるわけじゃないですか。これ俺もう30年やってるわけですから、楽しそうでしょ?そのために俺は作ってるんで。勝ちたかったら登録しとけ。